選手のキャプテンだってこと、そこをなんとかしなきゃっていうプレーに専念できない難しさも出てきたりするんですかね。結構野球だったりすると、高校野球でこんだけの大ピッチャーが実はキャプテンじゃなくって、うん、ピッチャーはすごい負担が大きいからキャプテンはまずしないみたいな、そういうみたいですけども、うん、ソフトボールもそうだったりするんですか。キャプテンやるとちょっとね、準備が大変なのよ。うん、オーダー表出しに行ったりとか、そういう細かい作業も出てくるし、なんか結構めんどくさいから。それにやっぱりピッチャー一応ね、ストレスかかるし、そうね、結構かかるんで、プレッシャーにかかってないように見えるんですけど、結構くるんで。めちゃくちゃかかってるように見えますよ。あります？本当なので、やっぱり神経ちょっとそっちに集中しないと、やっぱり厳しい。やっぱりいろんなところに、見えてしまう部分、ピッチャーって見ちゃう部分もあるけれども、やっぱりこう集中して試合にっていうふうにしてもらった方が、そうね、もらった方がいいかな。キャプテンっていうのは自分だけに、自分のプレーだけに専念できない部分が出てくるわけですよね。うん、絶対見ないといけないところもやっぱり、あるし、そうね、変な話も落ち込んだ選手とかもやっぱキャプテンがうまくこう連れ戻したりとか、右向いてないところを左ちゃんとみんなと同じ軌道修正してくれるところも、やっぱ監督が見えないところをやってくれてるっていうのがキャプテンでもあったので、うん、私は思ってたので、ちょっとここからじゃあしばらくはじゃあ監督と指導者陣じゃなくて、うん、キャプテンとしてのちょっとリーダーシップとかにちょっと振り下げていきますか。じゃあそこを監督が見えないところをやってくれるキャプテン、本当に最高だと思うんですけども、そうすると、まあ、キャプテンの選び方にもよると思うんですけども、監督がキャプテンを任命する場合ってなってくると、そこの部分って見えてないわけじゃないですか。まあ、すごく大事ですよね。監督が見えてない部分のフォロー。キャプテン像もそれぞれ、その年によって変わってるかもと思う。うん。そうね。怒られ役キャプテンの年もあれば、うん、ただもうひたすら監督に怒られて戒めのようにやられているキャプテンの年もあれば、うん、そういうふうにサポートができる、うまくこうついていけるようなキャプテンもいれば、もうワンマンキャプテンもいるし、うん、ワンマンキャプテンでうまくいくこともあるんですか。うん、ただ、まあ、一番年上だからキャプテンやってっていう時もあったかな。っていうのもあるのかなって思う。それの方がリーダーシップっていうか、まとめられると思ってそういうふうになってる時もあると思う。うんうん、それはまとまります、まとまります、それは。まとまりませんよ。ですよね。うん、全くまとまらないですよ。だ自分一人でやってるだけなんで。うん、人の方見てくれないし、うん、意見も通らないし。ですよね。なんで、まあ、実際キャプテンだったかどうかってことよりは、まあ、なんとか、まあ成功するってなってくると、さもケースバイケースっていうダイナミクスが出てくるんですけども、まあ、マキャベリーじゃないですけども、地獄、天国に行く道の生き方は、地獄に行く道を知り尽くすことってありますけども、そうすると、失敗するキャプテンの選び方ってなってくると、まあ、例えばその、まあ、年功序列っていうのが一つ出てきますね。だからね、年齢がだから、キャプテンの、うん、あとどんなのがあったりしますかね。消去法、うん、あそう消去法、消去法渡辺しか残らないみたいなそれか適任かどうかは別よ、うんうん、その中の状況で彼彼女ってこう消去してったら、うん、渡辺君しか残んなかったっていう、そういう選び方っていうか選ばれ方もあるんで、うん、きっとね。それはうまくいく可能性はないですか。いや、あると思う。ちょうどこの場合はありそうです。多分、なんかさっきの話に戻っちゃうんだけど、1たす1は2みたいなやり方っていうか考え方では多分できなくて。うん。うん。だから、例えばさっきちょっと野球の話になったけど、長島コンピューター、野村データ野球って言われたけど、本質的には俺変わってないんじゃないかって気をしてて、ただのつまり、長島も野村もリーダーシップあったんだよね、うん、で周りとの関わりの中でそれがうまく機能してああいうことができちゃったっていうことなんじゃないかなって思ったりしてて、うん、すいません、なんか話をぶち壊してるみたいな感じだけど
まあ、あと例えば、昔で僕は話してしかないですけど、三原さんでしたっけ、のぶし集団をまとめた西鉄ライオンズ。ああ、あったね、うん。それよりもむしろね、星野仙一みたいに、行く先々の球団で全部優勝しちゃったっていうの方がすごいような気がする。そうですね、はい。長嶋は長嶋でジャイアンツしか知らない。まあ、野村、あちこち回ってるけども、ヤクルトで、何回でってなるけども、星野はパ・リーグに行っても、中日行っても、阪神行っても優勝してんのかな？だから優勝が一つの到達点だとすれば、その一つの大きな柱は彼のリーダーシップだったんだろうね、きっとね。オリンピックだけ、北京オリンピックだけ。あ、そうか。うん。ねえ。うん。この頃野球あんまり見ないのになんで出てくる例が全部野球なんだろう。でも多分野球、まあ、日本の場合は浸透してないからアメフトってあれですけども、多分野球アメフトボールって多分そういうリーダーシップのビジョンとして社会人受けはしやすいと思うんですよね。役割が全員違うから、うん、そういったメンバーを、能力が違うメンバーをどうまとめて結果に、目標に到達できるかということで、多分会社とかのビジョンとかに落とし込みやすいから参考にする人が多いですよね。だから多分本来スポーツって多分全部そうだと思うんですけども、その話をキャプテン像と申していくと、その三重キャプテンの選び方、選手内投票も、ちゃんと話した上でやっていかないと、人気があるからっていうの違いますからね。あの人だったら練習優しくしてくれそうだからってなってたら絶対負けますからね。監督の任命、それから、まあ、年長、それからまあ消去法。